怖がりですね、高さどれぐらい設定するかっていうところなんですけども、 FL0 っていうところからいくら上げるかっていうことを検討します。どういった使い方やどういったくつろぎ方をするかによってその高さって変わるのかなというふうに思っています。こういうウールカーペットですね、いうのも一つ検討の範囲に入れていただくとめちゃくちゃ居心地がいいです。はい、こんにちは、本田です。今回ですね、ご質問が来ましたのでそれについてお答えしていきたいと思います。ご質問がありましたらですね、この下の動画の概要欄に、質問フォーム貼っておりますので、皆さんからのご質問も受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。はい、今回ご質問来たのがですね、怖がりスペースについてのご質問が来ております。新しい家を建てる計画をしているんですけども、リビングにちょっとした工夫を加えたいと考えているのは、畳エリアを少し高くして小上がりのスペースを作ることを検討しています。なんとなくそういった空間って居心地が良さそうだし、お茶を飲んだり本を読んだりするのにぴったりかなと思っています。でも実現しようとするとどれぐらいの高さがいいのか悩んでおりますと。高すぎると邪魔になりそうだし、低すぎるとせっかくの小上がり感がなくなりそうで、このあたり実際に小上がりを設けた経験がある人からアドバイスが聞きたいです。具体的にどれぐらい高さにしたらいいか、使い勝手が良くて見た目がいい感じになるように教えてくださいということでご質問が来ていますので、実際に小上がりを設けたことがある経験のある私からですね、ご質問を回答したいと思います。まあ、最近ね、インスタグラムとかですね、まあそういった YouTube とかですね、ルームツアーとかで小上がりのあるスペース見たことあるんじゃないかなと思います。弊社でもね、結構施工したことありますので、ここにね、施工事例何個か貼っておきます。ここにですね、こんな感じでしております。で、まあ小上がり、小下がり、いろいろあるんですけども、まあ今回ちょっと小上がりということで、まあ段差をつける意味ですね、小上がりスペースについてお話していこうかなというふうに思っていますので、この動画最後まで見ていただけたらと思います。小上がりですね、高さどれぐらい設定するかっていうところなんですけども、まず僕らですね、まず基準となるのが FL0 っていうところからいくら上げるかっていうことを検討します。 FL0 ってどこかって言いますとですね、フロアラインです。この一般的な床の高さを FL0 としますね。この床の高さを0として考えた時に何本上げますかって話をします。まあ、僕らはね、プロの、ね、単位はですね、何十センチって言い方をせずにね、ミリで話をしますので、200上げますか、300上げますか、400上げますかっていうので、400センチじゃなくて40センチですよね、400ミリ上げますかって話になってくるんですけども、まずですね、一つ基準になるのがですね、階段なんですよ。で、まあ、ざっくり言うと一般の階段の1段の高さって20センチぐらいなんですね。200です。もちろん前後ありますけどもね、もうざっくり200で覚えてください。なので苦労なく足をパッと上げてその上に上がろうと思うと200ですよね。あの床から FL200 上げると階段と同じぐらいの高さではなんかこうなんとなくスムーズに上がれるのが20センチっていう高さになります。最低はまずここから始まると思うんですね。で、200から300から400っていう高さがあると思うんですけども、まずこの400っていう高さっていうのが何の高さっていうと、この400っていうのは椅子の高さです。はい、椅子の座面の高さがだいたいこれ40センチに設定されていることが多いんですね。なので小上がりにした畳のスペースに腰をかけて足を下ろしてくつろぐというふうに考えた時に、膝が曲がらずにしっかり座れるのが40センチ、400なんですね。なので最高の高さはまずこの400が一般的なんじゃないかなと思います。ただ次ですね、 FL0 から400に一発で上がろうと思うと、これよっこらしょっていう高さになるんですよ。なのでこの400にした場合に、間の200ぐらいのところどっかこう踏み段みたいなね、作れるかどうかですね、敷台みたいな感じで200の階段を一つどっかに設けるのことができるかどうかも大切になるんじゃないかなと思います。まあ、別になくても400だと、まあ、僕らみたいな若い世代はですね、まあ、僕はそんな若くないですけども、あの若い世代はですね、膝が元気なうちはですね、400なんていう高さをほっと上がれたりもするので問題はないんですけども、年を取ってくるとやっぱり400って高さって結構しんどくなるんですよね。ただ400はですね、まあ、座って上り下りするっていう動作なのであれば、あの非常にですね、いい高さではあるので、どういった使い方やどういったくつろぎ方をするかによってその高さって変わるのかなというふうに思っています。で、最近弊社でも、まあ、一般的に最近よく出している床上げの高さっていうのは
300に設定しているケースが多いですね。300だと、まあ、段差1段もいらないし、よっこらしょって言って、なんかこう、しんどく上に上がるような高さでもなく、300に腰をかけると、まあ、ちょっとね、膝は折れて座るような形にはなりますけども、まあ、座れない高さでもない高さっていうんですかね。いうのが300、30センチになっています。で、30センチぐらいだと、工夫によってはその30センチのその下の空間ですね、皆さん大好きな、まあ、収納をですね下に取ることができるっていう高さになりますので、一般的には300っていう高さが最近は多いんじゃないかなというふうに思います。もちろん空間の作り方によって200を開けた方が、あ、これ綺麗に見えるなっていうこともあるんですが、大体は200で仕上げるケースが多いのかなというふうに思います。ただ200だとさっき言ったようにその段差に腰をかけるっていう感覚にはちょっと子供にはいいんですけども、大人にはちょっとしんどいので、200っていう段差だと居場所にはそこにはならないかなと思いますね。300だと大人もそこにちょっと腰をかけて居場所になる高さになるのかなっていうところの最低ラインじゃないかなと思いますので、おすすめは300ぐらいが、まあ、一般的にはいいんじゃないかなと思います。もちろん最終的には全体的なその空間のバランスによってその高さっていうのは変わってはくるんですけども、まあ、感覚値としては300が多いんじゃないかなというふうに思っています。あともう一つですね、せっかく段差をつけるんだったら、そこのね、小上がりにした段差のスペースに何を敷くかもしっかり考えて作りましょうということですね。最近は、まあ、FL0 っていうところの床のラインが、まあ、フローリングですよね。合板フローリング、無垢フローリングっていう板材が多いんじゃないかなというふうに思います。じゃあその小上がりになったスペースをね、最近畳ね、引かれる方がめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思うんですけども、弊社最近増えているのはですね、カーペットですよね。まあ、カーペットっていう選択肢もめちゃくちゃ増えております。ウールカーペットなんですけども、このウールカーペットね、小上がりのところに引いた施工事例リビングをね、ウールカーペットにしたり施工した事例もありますし、ダウンリビングにウールカーペットを引いた施工事例も増えていますけども、こういうウールカーペットですね、いうのも一つ検討の範囲に入れていただくとめちゃくちゃ居心地がいいです。カーペットやなんかちょっと古いんじゃないみたいなね、思われがちなんですけども、カーペットですね、今非常にすごく居心地が良くてですね、いい感じになりますので、小上がりのスペースにはちょっとそういった面白い素材をね、使っていただくっていうのもいいんじゃないかなということで、おすすめしておりますので、ぜひその辺もですね、変えていただいて空間をね、作るということで楽しんでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思っていますので、その辺も合わせて検討してみてくださいということです。で、あともう一つですね、あるのがですね、小上がりにするとね、本田さん、ルンバがいかないんですけどどうしたらいいですかというふうに言われる質問がめちゃくちゃ聞きます。はい、これ答えあります。自分で掃除しましょうですね。はい、皆さんルンバに頼りすぎです。はい、まあ、小上がりにするとですね、ルンバ、まあ、そこにね、じゃあスロープつけましょうかみたいなね、思っちゃうんですけども、まあ、当然そんなめんどくさいことはできません。なので、まあ、小上がりスペース、小下がりスペース、そんなに大きいスペースではないので、そこはですね、愛着を持って掃除機をかける、掃除機で吐くですね、もろもろそこぐらいはね、頑張って手でしていただいて、それで居心地のいい空間を作っていただけたらと思いますね。皆さん、ルンバに頼りすぎです。はい、すごく便利なのは分かるんですけども、まあ、そういったね、居心地の良い空間をちょっと作るっていうことはですね、その分手間かけてね、愛着を持って掃除をしていただくっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、その辺も踏まえてですね、設計の時に考えてみてはいかがでしょうかというのが答えになります。はい、そしたら今回は以上になります。ご質問等ありましたらですね、この下の動画の概要欄に、貼っておきますので、皆さんどしどしご質問いただけたらと思います。この動画のコメント高評価ですね、何か文句言いたいことありましたら、いただけたら、真摯に受け止めて、回答していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。